毎週聞いてくださっているリスナーの方には、ちょっと聞き慣れない声が聞こえてきて、一瞬一、瞬あれと思っちゃった方もいらっしゃるかなというふうに思いますけど、皆さん、ご安心ください。これはゴスペルメッセージでございます。と言いますのも、実はですね、現在ですね、いつもこのゴスペルメッセージをですね、放送してくださっています、え。ー 木原誠牧師、そしてジェフンコ牧師ご夫妻ですね、まあ、実は今、なんと、えー、イスラエルに、えー、今週の月曜日からですね、行っておられまして、来週にまでですね、2週間、イスラエルに今行っておられます。ということで、えー、と今日はですね、私、神の正面、長崎教会の松本が代わりに、えー、と今回、この放送をさせていただきます。 いただくことになりました皆さん30分よろしくお願いいたしますあ、えー、とでちょっとイスラエルのことなんかもですね少しお話できたらなというふうに思っておりますイスラエルというのはですねえっ、ー、と聖書が書かれた、えー、聖書の舞台となっている国ですねえっ、ー、とクリスチャンにとってキリスト教会にとって聖書というのは非常に重要なものなんですけどもその のの舞台となっているのがイスラエルイエス・キリストがその働きをなされたのもイスラエルでした。でそのイス,スラエルチームといって毎年私たちの教会からチームが出ているんですね。で今年は70名が、まあ、ツ,アツアーという形を組んで、その中でイスラエルにエ70名の人たちが参加していっているわけなんですね。で えーまあ、聖書の舞台となった、えー、ところなのでいろんな、えー、神様の祝福や語りかけがあることを期待して今回チームが行っております。また来週ですね、水谷圭誠夫妻ご夫妻、来週、再来週になるかな、えー、ぐらいにまた帰,帰国された後には、ですねまたその時のお話もたくさん聞,聞けると思いますのでぜひ皆さん、楽しみに、えー、して,ていただければというふうに思います。 それでは、1曲ここでお届けしてまいりたいというふうに思います。今日、最初にお届けいたしますのは、主のしもべたちのファーストアルバム、ネスの中から、ゴルゴタの丘、この曲をまずお届けし,なしてまいりたいと思います。それでは、お聴きください。 市の忍たちよりゴルゴダの歌をお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。えっ、ー、とこのアルバムの中でですね、まあ実は、えー、私も、えー、ベースですね、ベースを弾いて私は参加させていただいておりまして、今ちょっと聞いてたんですけども、私がこれこの CD を作った時は私がベースを始めて まだほんの3ヶ月ぐらいいしか経ってないんですねでそれで、まあ、収録をした音ですのでなんかすごく優しい音がですねボンボンってですねなくなってて、まあ、聞きながらちょっと一人で笑ってしまいましたけれどもあのー、本当にあのー、ですねえー、とまあ今に至るまでこうして、えー まあベースもしながら神様を賛美できることを本当に嬉しく思っておりますけれどもえっとイスラエルについて少しだけですねお話ししたいというふうに思いますけれどもえっと今歌の中にあった「ゴルゴタの丘」というのもイスラエルのある丘ですというのは何かというとイエス・キリストが十字架にかけられた ですね、丘,の丘の上で十字架が3本並ぶんですねでそこが、えー、とゴルゴタの丘と言われるところですなんで丘の上に建てられるのかというとそれは見せしめのため、えー、十字架というのはですねかっこいいものではなくて、えーまあ、裁きですね、えー、とのために、えー、行われるもので、えーまあ、人,々の人々に見せしめるために十字架を まあ丘の上に立てて人々が見やすいところというか、見られやすいところにこう置かれたわけなんですね。えー、この西坂であ、長崎にも西坂がありますけども、西坂もやはり同じように丘の上に立てられているのは同じ理由からなんですね。なんで人々に見せしめようかとするかというと、それを十字架を通して、その処刑される姿を通して、えー、人々が恐れおののくことを、 あのようにけけたわけなんですねでそして、えー、イエス・キリストという、えー、イエス・キリストにこの人々がもうついていっていたわけなんですね、えー、で政治的指導者たちが皆恐れをなしてそれでイエス・キリストを処刑しようということになるわけなんですけれども実はそのイエス・キリストの十字架においてもまた、えー、長崎西坂で行われたその26世人たちの 教その十字架においても、全く違う効果が現れるわけなんですね。確かに人前にはたくさんさらされたわけなんですけども、しかし逆に、そこで何が行われたかというと、その十字架を通して、その使命を全うされるキリストの姿を見て、またその喜んで引き受けている26世人たちの姿を見て、その十字架を見ていた人たちは、イエス・キリストそして神ご自身を、 褒めた,たえるようにななったわけなんですねで聖書の中に、えー、とローマ兵たちがイエス・キリストを十字架にかけたことが書かれているわけなんですけどもそのローマ兵の中でそのイエス・キリストを十字架にかけてそして処刑する役目を与えられた百人隊長という隊長の一人はですねそのイエス・キリストが十字,架十字架の上でその使命を全うされる姿を見てあがいを全うされるその姿を見て まことにこの方こそ神の子であったと言って、えー、いるわけなんですね。でそれが十字架ですで。それがイスラエルで起こった出来事なんですね。でイスラエルというと、今私たち日本人はです、ね、ニュースで見ることが多い,多いというふうに思います。ニュースの中では紛争、戦争がです、ね、毎日のように行われていることを私たちは目にしているわけなんですけれども、えーとえー、エルサレムという、イスラエルの中のエルサレムというところは、 えと聖書において神様が特別に愛された地であることが図れているわけなんですね。そして、それゆえにこのエルサレムという場所は、えー、聖地として言われているわけなんですけれども、それはキリスト教だけではなくて、同じ旧約聖書をです、ね、持っている、えー、イスラム教、教またはもしくはユダヤ教にとっても聖地としてあの場所は見なされているわけなんですね。でその エルサレム、そしてイスラエルがあ,あるわけなんですけれども、えー、聖書はですねあの、こういうふうに言うわけなんですね。聞け、イスラエルよ。とイスラエルに対して神様は言葉を語られるわけなんですね。で、えー、となんて言われたかというと、えー、聞け、イスラエルよ。あなたの神である主を愛せよ。 心を尽くし、思いを尽くし、主を愛せよということに神様は語られるわけなんですね。神が愛された国イスラエルに神が求められたことはただ一つ。イスラエル、あなた方も神を愛しなさいということなんですね。で、悲しいことにそのユダヤ教やイスラム教がなぜそこでイエス・キリストを愛することができないのかというと、イエス・キリストは神の子である、救い主である。 キリストであるということ柄を信じていないななからなんですねで信じるということ柄がどれほど大きな恵みであって、信じるということ柄がどれほど大きなことであるのかということ柄をそのことを通して私自身は感じるわけなんですけどもうーん皆さんがもし今神様のことを信じれないっていう人がいたらですね、ぜひですね 一度聖書に触れてみていただきたいというふうに思うんですね。いや、聖書を見ても分かんなかった、そういった人は教会に来てみてください。間違いなく聖書の神様は、まことの神様で、その聖書の,神様を、ね、聖書の中に出てくるイエス・キリストが、こそがまことの神の独り言であって、神ご自身であるわけなんですね。で、そのことが、確かに、てうんでしょうか、知識として理解しようとすると、 私たちの,の限りのある小さい脳みそでは難しいです、えー。ちっぽけな頭では分からないわけなんですね。しかし、信じることはできるわけなんですね。もし皆さんが信じるならば何が起こるかというと、神はその聖書の中で、その信じるイエスラエルに対して、数多くの奇跡を見技を表されました。航海終わってエジプトから脱出させられ、そして人々を救いへとですね、 えー、助け出されたわけなんですねで。その数々の奇跡が聖地の中に書かれています。ぜひですね、えーまあ、今、イスラエルチームが使わされていますけれども、今、まあ、日本にいる私たちですね、私たちにおいても、本当にそのイスラエルのことを思いながら、そしてそのイスラエルにお会いされた神ご自身を思いながら、演んでいければいいなというふうに心から思っております。それでは、ここで一曲をお届けしたいというふうに思います。 えー、安らぎの歌からですね、聞け、イスラエルよという曲をお届けしたいと思います。それでは、どうぞお聴きください。 はいお届けいたしました曲は、えー、とレイ・ユア・バーデンでございましたね。申し訳ございません。えー、曲が始まってから、えー、と気づいてしまいました。本当に申し訳なかったんです。お届けした曲は、レイ・ユア・バーデンでした。なぜこの曲をお届けしましたかといいますと実は、実はラジオの方に、えーと、リクエストが届いておりました。ちょっと、えー、そのリクエストのお便、えー、りを読みさせていただきたいというふうに思います。 ゴスペルメッセージの皆様、こんばんは、静寂です。えー、先週は私自身いろいろなことがあり、内容てんこ盛りの一週間でした。その一つがこの番組に出演させていただいたことでした。リスナーのヒデさんに、ラジオ聞きましたよとお声をかけていただきました。本当にありがとうございました。リクエストは、先週とても感動した、レ a y your burden をお願いします。静寂より。 ということで、静寂さん、本当にありがとうございました。えっと、ですね、えっと、<laughs> 静寂さんからお便りリクエストをいただいておりまして、実はこの次にこのレイヤーバーでお届けしようと思って用意していたものを、間違えて先に流してしまいました。申し訳ございませんでした。えっと、お便りリクエストありがとうございます。えっとですね、えっと、少し、えっと、話ちょっと変わりますけれども、 でこのレイヤーバーデンという言葉はですね、重荷を下ろすということなんですね、えっと。聖書を一箇所開きたいというふうに思いますけれども、聖書、マタイの福音書、新約聖書のマタイの福音書11章の28節からお読みしたいと思います。マタイの福音書11章の28節から。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。 私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を折って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝は追いやすく、私のには軽いからです。であるわけなんですね。で、えっと、この言葉は、この聖書の言葉、イエス・キリストが語られたこの言葉はすべての人に対して語られています。すべての作られ、作ら 全ての疲れた人、そして重に追っている人は私のところに来なさいって言ってるんですね。で、実は、この言葉っていうのはですね、もう全ての人たちに本当に当ては,めると思い当てはまると思います。えっ、ー、と、現代人はみんな全ての人が疲れているっていうふうに思うんですね。 そう思います、えー。みんな疲れているように感じます。そして何かしらの重荷を抱えながら生きている人たちばかりなんですね。家族の問題や病気だったりとか、えー、仕事だったり学校だったりいろんなところで重荷を背負って生きている人たちばかりなんですね。でその人たちに神様はイエス様は私のところに来なさい私があなたを休ませてあげます。 といいううふうに考えているわけなんですね実は私は小学校の頃に教会に初めて行ったんですけどもその時に今私が言っているその市の女子学ヒスチャンセンター神の島の長崎教会があった街道っていうのはですね、うん、平和えっと原爆地え原爆中心地公園ですかねのすぐ隣に、えーとまあえー、と交番がありますよねその交番の隣に細い、えー、と街道があって えー、建物ががあっってそこが街道だったんですねで細いその建物の中で、まあ、今よりも全然狭い、えー、と街道だったんですけれどもその、えー、と街道の一番入り口に書かれていた御言葉ばがこの御言葉ばだったんですね。なので私は子供ながらにその頃からああイエス様のところに行ければ行,きああ行くことさえすれば休むことができるんだ本当に あの疲れていても、どんなに苦しくても、イエス様のところに行けば大丈夫なんだということを、この言葉を見ながらです、ね、あの感じたわけなんですね。で、このレイヤー・バーデンってそのことを歌っているわけなんですね。実はこの聖書の中ではさらに続きがあって、先ほど読みましたけれども、えー、<laughs> 30節私の首を癒やす私のには軽いからですと書かれているわけなんですね。神が与える えー、ははいいやすすくそのには軽いって言われてるんですねで不思議なことに休ませてあげるけどその首きは追いやすく軽いって言われて実は本当に神様のところに行けば休めるけれども同時に本当にその神様に従っていけば本当に楽に生きていくことができるわけなんですね神様のことどころに行ったならばぜひ神様に従ってその与えられた首きに その重荷を追って、本当に神様が与えてくださるものを背負って、一緒に歩んでいきたいというふうに思います。そうすれば、私たちの心と体はいつも休むことができ、神様と共に、の愛のある神様と共に歩むことができるんだよということですね。ぜひですね、覚えていただきたいというふうに思います。で<あ> すいません、ちょっと曲が前後してしまって大変申し訳なかったですけれども、えー、と続いてお届けする曲は先ほどお届けしようとしておりました曲「イスラエル人とともに」という曲をお届けしたいと思います。それでは、えー、とイスラエル人とともにお聴きください。 えー、曲の途中ではありますけれども、ここで、えー、ご案内させていただきたいというふうに思います。白十字架クリスチャンセンター神の島南西教会では、毎週日曜日に礼拝を行っております。朝一番早い礼拝は、朝7時30分から第一礼拝。第二礼拝が朝10時から行っております。 第二礼拝の方では、子どもたちをですね、一緒に礼拝することができるように、子ども礼拝も行っておりますので、ぜひ、ご家族連れの方は、こちらの方に来ていただければと思います。朝どうしても起きれなかった方は、午後の礼拝が午後2時から、そして午後3時30分からは、 英語での礼拝、インターナショナルサービスが行われております。今、こちらの方にはフィリピンの方々がたくさん来てくださっていて、英語での礼拝が行われております。また夜には午後7時から夜の礼拝が行われており、そして日曜日どうしても来れなかった方は、翌日,月曜日か、月曜日には月曜礼拝を行っておりますので、ぜひそちらの方に遊びに来ていただければというふうに思います。皆さんが共に礼拝をしに来ていただくことを心からお待ちしております。 えと今日は30分ですねあの、バタバタしてしまいましたけど申し訳ありません。いざや木原昌牧師ご夫妻は今、SR に行っておられて、再来週にはこの番組も、えー、と出演されることができると思いますので、ぜひ皆さん、何時まで楽しみにしていただければと思います。また実は、このイスラエルチームの情報というのは、今、神の主人公の発作協会のホームページをご覧になっていただきますと、随時ブログで、えー、と更新されていて、今、 木原牧師が何をしているのかな、中古牧師は何を食べているのかなというのが、えー、随時あのブログで見ることができますから、ぜひ長崎協会のホームページの方に、えー、来ていただきまして、そしてそこからブログを開いていただければというふうに思います。今度の日曜日には、いざ木原誠牧師はいらっしゃいませんけれども、通常通り礼拝を行っておりますので、ぜひぜひ皆さんあの遊びに来ていただければというふうに思います。 はい、10月最後の放送となりました。実は死の女子がクリスチャンセンターにとっては、年度末と言われて、えー、で、11月から新しい年が幕開けします。今度の日曜日が新しい、